なんだかいろいろ思い出してきたニュース。あら、本当？それはいいことだわ。きっと改めて勉強したことで記憶が呼び出されてきたのね。本当か？ルナは怪しいと思うな。大丈夫ニュース。タオはスーパーな戸顔になるニュース。当然ニュース。じゃあタオは戸顔としてどんなことをするの？タオは悪い奴をぐったりたりしてお金をいっぱいもらってうわうわニュース。まあ結果はそうなるようになるのかもしれないけど、悪い人はどうやってお金になるの？にゃ、悪いやつはいっぱいお金を持ってるにゃす。ほーら、全然わかってないじゃん。トウガオイとしてのお金の稼ぎ方がわかんないでよくトウガオイとかできるよな。やめなよルナ、タオカカさんだって頑張ってるんだから。なんだよ、セーナ、実は笑いこらえてたくせに。言わないでよ、ルナ。タオ、カルル君が教えてくれたこと、思い出せない？確かに、ちっちゃい人に教えてもらったような、そうじゃにやかったような。もう、トガオイっていうのは、基本的には、統制機構から指名手配をされた犯罪者を捕まえて賞金を得る人たちのことよ。指名手配されるぐらいだからとっても危険な人ばっかりってこと。だから命の保証がない職業なのよ。大丈夫ニャス、タオは強いから心配はないニャス。強いとかそういう問題じゃないのよタオ。あまりいい言い方ではないけど、統制機構は今の世界を支配しているのよ。もし逆らいでもしたら、どんなに力があっても路頭に迷うことになるわ。統制機構には逆らわないニュース。タオは路頭に迷いたくないニュース。その構造は理解できたのね。でも統制機構ってどんなやつニュース。タオはそんな人に会ったことないニュースよ。まさか統制機構を知らずにトガオイやってるのかよ。それじゃあトガオイなんてできないだろう。タオはトガオイじゃないニャス。いや、自分がトガオイだって言うならそれはトガオイなんだろうけど、統制機構から金をもらうなら統制機構を知ってないとダメだろう。にゃ、にゃっと。じゃあ次は組織についてお勉強ね。これもやったのだけど。本当にライチは大変だな。にゃす。では統制機構についてなのだけど、ルナちゃん、よかったらタオに教えてあげて。ルナが？お願い。それにルナちゃんにとってもこういう経験が勉強になると思うわ。頼むニャス。勉強になるとは思えないけどな。ほら、タオの目を見て。こんなにキラキラした目であなたを見てるわ。うにゃ。ほらタオ、目を輝かせて。目を、ニャス。おにゃ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 。うわー、なんだこいつ、怖い、怖いよ。わかった、わかったから目を光らせるな。うにゃ、わかったにゃす。思ってたのと違うけど、まあ、いいわ。じゃあ、組織についてだけど、ルナもわかってるのは少ないよ。さっき出た統制機構ってのは、正式名称世界供給情報統制機構って言って。世界供給？違うっての。世界供給情報統制機構。ルナ、世界国空情報統制機構だよ。なんだよセナ、そう言ってるだろ。ニャフニャフ。笑うな。
世界虚空情報統制機構は虚空情報の管理をしている世界最大の組織よ。世界供給上、世界登場。やばい、言えないにゃんす。なんだか前にも言えなかった気がするにゃんす。そうね、気にすることはないわ。正式名称ではなくて統制機構って覚えれば大丈夫よ。もしくは図書館だな。図書館にゃんす。統制機構は本がいっぱいあるにゃんすか。そうじゃないけど、あれ？なんでだっけ？暗黒大戦の間に開発された魔導書を管理しているのが統制機構だからよ。ほとんど独占状態だから図書館ってわけ。なるほど、勉強になるね。ルナは知ってたけどな。でも独占状態ってこととか図書館って言うと統制機構の人たちはいい顔をしないから気をつけてね。じゃあ、タオは統制機構って言えばいいにゃすか？私たちの前では図書館でもいいけど、使い分けるのは大変でしょう。統制機構っていうのが安全だと思うわ。わかったにゃす！統制機構って言うにゃす！もう言えてないし。組織っていうのはそれだけにゃす？いえ、違うわ。いくつかある中でももう一つだけお勉強しましょう。第七機関か。そう、タオも聞いたことあるでしょ。第ニャニャ機関、知らないニャス。聞いたことないわけないのだけど。わかった、最初からやりましょう。もともとは私も所属していたのだけど、統制機構とは反対の立場の組織になるの。ニャンス。どうしたの、タオ。お前たちが教えてくれるんじゃないニャンスか。ルナか。まあ教えることもできるんだけど、僕たちが知ってることもほとんどないんだよ。だって第七機関は秘密ばっかりだからね。せーな、なんで本当のことを。じゃあ一緒にお勉強するニャス。ちゃんと教わるといいニャスよ。もう先輩ずらされたじゃんか。はいはい、落ち着いて。私から教えられるのも少ないんだけど、さっき言ったように第七機関は統制機構の真逆の組織なの。統制機構の真逆、後期制度ってことか。反対から読むわけじゃないわよ。統制機構は魔素を使った術式を管理しているのだけど、第七機関は魔素を使わない研究をしているわ。科学の力を使っているの。科学？魔素を使わないにゃ？そう、説明は難しいのだけど、素質にとらわれない力が使えるってことね。まあ実質は違うかもしれないけどね。術式を使った方が早いんじゃね。まあ今の世の中ならその方が早いわね。魔素は空気中にあるわけだし、ほとんど無尽蔵だわ。だろう。でもそれは統制機構が管理し大きな組織になっているでしょ。それに対抗しようとする組織や見ているだけの組織があるの。第七機関もその一端よ。難しい話にゃす。そうね。タオ、テイガーは覚えてる？でかい人にゃすか？そう、テイガーは第七機関なんだけど、すごくメカメカしいでしょ。あんな感じよ。おお、急にわかりやすくなったにゃす。今、ライチさん適当なこと言ってごまかした気がする。セナもそう思ったか？ルナもだ。統制機構と第七機関の勢力図としてはこんな感じね。なんとか理解できたニャスよ。それはよかったわ。これ以上は一気に詰め込んでも理解できないでしょうから、また今度にしましょう。理解できたかな。
ずいぶん説明がはしょられてたような。わからなかったにゃすか。しゃーがにゃいにゃー、道具教えてやるにゃす。だから先輩面するなっての。にゃすにゃす、勝ち誇るなー。